1、2、3、9。ハワイに来た時に戦った時にやった音だね。すげえ。ハワイって放電するの流行ってんの？会長系田畑組にいた男だ。知らねえな。何組とか言ってもわかんねえ。俺ウサギ組だったし。なるほど。近づかなければ戦いにならないと。じゃあ行こうぜ。おら、強えやつと戦いてえぞ。ハワイの猛者たち。日本全国のディアゴスティーニファンの皆さん、こんにちは。いつかはランボルギーニを買ったっていう動画を出してみたいです。僕ドライムーンです。誰かね、ランボルギーニを買って俺にくれないかな、そんななんかレアな人いたら左のコメント欄出しておきますので、こちらまでぜひご連絡お待ちしております。というわけで今日も元気に龍が如く8やっていきましょう。ということで前回のあらすじ、ムスカの真似をしてたら桐生さんに会いました。嘘みたいな話だろ。本当の話なんだぜこれ。お、すげえ綺麗な海。夕方のハワイの海とかすげえ綺麗だろうな。やっぱさ、日本のあの海と比べるとさ、海外の海って全体的にこうやっぱ綺麗だよね。あの青い海とかさ、緑色の海とかなんかいろいろあって素敵ですよね。海外行きてー。ということで、これ前回、あれ前回だっけ、時のまんまだ。あれだね、ご飯食べた時の状況そのまんまだね。うわ、すげえ、なんかエモい。そっちはこういうシーン結構好きだよ。なんかこう夕暮れ時の海のとこね。手がかりらしいものはなかった。うんうん。カスガ、どうしたどうした。何ですか。ここがお前のお袋さん。うんうん。アカネさんの住まいなのか。え、違うの。ええ、てるはずだよね。まだ本人には会えてないですけど。どうした。アカネさんというのはこの写真の人か。え、わかんねえけどそうなのかな。ああそうなんだ。春日がそう言ってるからきっとそうなんでしょう。キリュウさん、え、でもなんでキリュウちゃんが写真持ってんの。ああ、同じこと言っちゃったキリュウさんと同じこと、キリュウさんじゃない、春日と同じこと言っちゃった。話したよな。うんうんうん。大道寺からある人物の発見と身柄の、あ、それが何、茜さんなの。あのね、前回キリュウちゃんはね、この政界のフィクサーのその大道寺一派っていう人からある女性の保護をしろっていう話になってるらしいよ。茜さんを追ってるってことですか。へえ、なんか茜さんってすごい人なのかな。一体何しでかしたんだよ。すごいね。お、なんだ、あかねさん帰ってきた。違うね、また黒塗りの車。おー、なんでさ、ヤクザは黒塗りの車に乗りたがるの。お、お前は小安、生きてたんか。なんであいつ、あんだけなんかボコボコにしてやったのに普通に歩いてんの怖えな。知り合い？ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。そうなんだ。まあ確かにね、こんなクソ暑いのに厚着してるやついるよって、すげえなんか有名こそ。いい車乗ってるじゃねえか。いい車。ああ、やりやがったこいつ。パンクさせよった。もったいねえ。もう何でもありじゃん、ヤクザって。お、井口、また証拠りもなく来たな。今度はいいとこ見せてくれよ。怖いですね、なんかヤクザがよく言いそうなセリフですね。はい、まあでもこっちにはね、桐生さんいるからボコボコにしてやりましょうよ。一人ですら6人ぐらいボコボコにできるし大丈夫じゃん。けど、おあいにく様、こっちには桐生さんがいるんだ。確かに、2人いたら12人ぐらいいても大丈夫そう。行けますよ。やったれやったれ。悪いな。裏口から逃げるぞ。あれ？桐生ちゃんどうしたん？珍しくなんか弱腰じゃない？桐生さん？桐生氏？桐生氏大丈夫？あ、これドア壊されて開けられるパターンのやつだ。来るか？おい、大体こういう時って蹴って開けてくるよね。なんでなんだろうね。裏だ。
早い。もう裏ってわかんの、すごい。よし、行けたぞ。カスが乗れ。もうとりあえず脱出するってことね。動くんじゃねえ。いいよ。お。動きが早い。お前。井口 VS 春日ですね。富澤だったか。病にやられた。すごい手が触れてる。大丈夫なのか。ウサギさんのようにプルプルしてますね。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口が触れてる。この距離ならまず当たるんだ。内臓出したら乗り込む。すんません、キリュウさん。ちょっとカットします。おっと。何を言ってる。あ、大丈夫これ、撃たれない。カスカ。でもなんか撃つ覚悟がどうのこうの言ってたから大丈夫か。来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。あ、そうだね。行こうぜ。あの前々回か、確かバールのようなものでめっちゃ殴られてたよね。あ、ちゃんと晒し巻いてんだ。よく見たら晒し巻いてる。大丈夫なんか。お前、あの山行ってのと杯交わしたのか。杯は、それがどうしたってんだよ。おお、つっかえしてやれ。そんなもん、親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だ。怖い話ですね。その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。うん、お前はかっこいい男でいろということですね。あいつに命預けようと思えてんのか。なんかこれあれだね、仲間フラグ立ってない。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。いいシーンかもしれない。俺らが力になる。ああ、かっけー。ええってなるよね。あ、銃下げた。また上げてる。なんて下げたり上げたり忙しいな。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。うんうん、かっこいい。なんでそんなこと。俺はあんたははめて、今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても、実はしょんべんちびるくらいビビり倒して、誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験、俺にもあってさ。いいシーンじゃないですか。今のあんたの気持ち、ちょっと感動しちゃいそう。よくわかるんだ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ。そう思ったんだよ。他の人たちは何してんの？その間。ずっと探してたのか。おお、富澤、お手柄じゃねえか。出てきちゃった。そいつの選曲。またおめえか。よ、なんであんたがここに。確かに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。ばあさんはいたか。はねえ。え、結局じゃあこいつらも狙ってるってこと？なんかさ、茜さんってすごくない？なんかあの荒川雅美も、あの外注業者の殺し屋も、春日も、大道寺一派も、ハワイアンヤクザもみんな茜さん狙ってるってことでしょ？お前、逆ハーレムじゃん。どんだけいい女なんだ？親父。いや、さすがにな。カウント気づいちゃった。1,3,583,8,3265,280、あ、ごめんなさい。人生は一度きりだ。もしもはない。
どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄なら、そうね、人生一回きりだから、そうね、後悔のないようにね、先行のように生きないと。はい、さーん、はい、さーん。おお、怖っ、かっけえけど怖っ、すごくない、小安も富澤、これでもし小安の眉間にドンって当たってたら、いろいろあれかな、ゲームクリアなのかな、やっちまったね。背中を押した責任はきっちり取るぜ、ですよね。ああ自分の発言には責任を持つ。あ、自分の発言にね、責任を持つというのは非常にね、重い言葉ですね。さあ、どんどん行きましょう。オーケーオーケー、一人はやったろうぜ。残りは両手両足へしょっとけ。富澤殺すなよ、後で俺が直接けじめつけるからな。なんかでもさ、前回あの春日一人にボコボコにされてるから、なんか小安もあんまりなんか強い感じには見えねえんだよな。今回しかも桐生ちゃんもいるでしょ、しかも一緒に戦ってくれんじゃん富澤も。だからなんかそんな、なんかあれだよね、こう怖い感じはないよな、はっきり言って。お、中澤裕二の攻撃。お、誰、池上彰と須田雅貴と大沢あかねがいる。すごいね、有名人だらけだ。 OK、 あ、そんな敵強くないかもね今回。でも確かにさ、こうやって見るとさ、今回ちょっとキルちゃんなんとなく痩せたって感じするよね。なんなら富澤の方がなんかガタイ良さそうに見えない。お、バッテリーショックだって。おー、あれじゃん、あの1話で、1話じゃない、ハワイに来た時に戦った時にやった音だね。すげえ、ハワイって放電するの流行ってんの。あ、いいよいいよ、ガンガン敵倒していこう。いけ、オッケーオッケー、近接ボーナスね。大坪の攻撃だった、大坪優香だ。あと中澤裕二、 OK、 もう一回バッテリーショックいっとく。あ、弱点属性の攻撃とかあるんだね。いけ、あー、いいじゃない、須田将暉。 OK、 須田将暉ちょっと強いかもな。あ、でもちょっとやばい、富澤がやられそう。いけいけ、殴れ殴れ、オッケー。あれ、今回小安と戦わないの。お、ナイスパンチ、オッケーオッケー、オッケー、微動だにしないね。どうした、お、なんか視線を感じる、なんか熱い視線を。え、これってもしかして恋テンク。確かに、はい、普通のこと言ってる場合じゃない。早く乗って乗って。なんか最終的にこれあれだね、富澤なんか捕まりそうなフラグが出たよね。でこれちょっと小安に拷問受けそうなシーンがありそうな気がする。あの車捨てちゃったけどいいのかな。っていうかさ、簡単に車乗り換えてるよね、 GTA じゃねえんだからさ。大丈夫これ。結局一歩も動かずに終わったけど、大丈夫なのか。本物だ、本物か、キリュウだ、生きてやがった、生きてやがった。変な声出た、怖。え、でもキリュウちゃんが生きてたら何かいいことあんの。病はもともと登場界直系田畑組にいた男だ、うん、知らねえな、何組とか言ってもわかんねえ。俺ウサギ組だったし。お前が荒川組に入ったくらいに。てか知り合いだったんだ。よそに吸収されていたからな。なんかあれだね、ヤクザも作ったり解体したりいろいろ大変だよね。こっちに来る前に大道実派から知らされたことだが、病は親分である田畑修二を殺して。親殺し。親殺しですか。お前は本当に顔に出るな。
顔に出る。ああ、そういうことか。キリュちゃんは確か昔親父をああしたんだよね。あ、いや、すみません。逆に気使わせちまって。話を戻すわ。病が田畑を殺害したのは、地上のもつれってやつが原因らしい。地上？なんかちょっと意外っすね。あくまで警察の見解だ。病は田畑の姉さん、田畑由衣という女性に惚れていたらしい。親分の奥さんですか。ぶっちゃけなんか小安に惚れられたらちょっと面倒くさそうだよね。なんかあんまりちょっとこんなこと言うのは失礼だけどさ、なんかあの声でこうちょっと迫られたらちょっと怖いかもしれない。確かにね。その場にいた田畑由衣に暴行未遂を行った末逃走。おー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 。田畑由衣が警察にそう証言していて。あー、なるほどね。そりゃなんか海外に逃げるしかなさそう。それで病は絶縁処分を受けてすぐ組は総出で病の始末にかかったが、奴はあっという間に姿をくらまし、その後消息不明となった。うん。なるほど。いつの間にかハワイに流れ着いて頭角を現し始めた。そうだったんですか。なあ、富澤、その病がなんで茜さんの家に来たんだ。今から行く家に母さんがいたら捕まえろ。いなければ矢探しして手がかりを見つけろ。ってそういう命令だった。本当何者なんだよマジで。あかねさんマジで何者なのかすげえ気になる。なんで連中が。確かに知らねえ。俺みたいな下っ端はただこれをやれって言われるだけだ。参ったぜ。ちょっと状況を整理させてくれ、うん、俺はあかねさんに会いにあの家に行った。そしたら、うんうんうん、茜さんは不在で、メイドを名乗る不在でね、千歳って子がいた。俺は千歳にもてなされたと思ったら、どうもはめられたらしく、酒に一服盛られて身ぐるみ剥がされた。全裸で放り出されたもんだから、うん、札にパクられちまって、その上他の人に濡れ衣まで着せられそうになって、とんずらこいてるところ。本当になんか言葉通り身ぐるみを剥がされたって感じだね。そんで千歳の手がかりが欲しくて茜さんの家に行ったら、なぜか山が現れて、やつも茜さんを探してることが分かった、うん、あとそうだ、思い出した。セルフあらすじ助かる。茜さんは明日帰るって言ってた。でもさっき、うん、家に茜さんはいなかった。うん、確かに。理由は分からんが、ということは茜さんが追われる身なのは確かだ。ということは家に戻らないのは逃げているからか。逃げているからか。誰かに捕まった。俺たちは山以外にも茜さんを追ってる奴がいるってことですか。多くない本当そういう人。おかしくない状況だな。なんなのマジで。どうなってんだ。病みてえな連中に追われてるってんじゃ、放っておくわけにいかねえじゃねえか。だが茜さんを探すにしても今は手がかりがない。今日はもう切り上げだ。お前ら今日はもうあれかな、俺のホテルにステーキでも食って寝るか。いいんすか。いいも悪いも他に当てはねえだろ。あざす、あざす。お世話になります。富澤もうっす、あざす。どうせ家にはもう戻れねえ。病が目光らせてるだろうからな。決まりだな。それじゃ行くか。男3人でホテルに泊まるっていうね。お、富澤が仲間に加わりました。おめでとう。これさ、なんか仲間になった時の BGM がちょっとハワイっぽくてめちゃくちゃ好きなんだよね。結構この BGM 好き。あれ、なんか始まった。ん？お、どうした？いや、あいつらなんかヤバそうな感じがしてと。まあたむろしてる人は大体ヤバそうでしょうね。日本は安全って聞くけど、ハワイは大通り稼いと一気に危なくなると。堂々としてる奴ら自信がある。へえ、特別な敵。
金庫の鍵が手に入ります。なるほどね、はい、なるほど。近づかなければ戦いはならないと。じゃあ行こうぜ。おら強えやつと戦いてえぞ。ハワイの猛者たち。オッケーオッケー。レベル10、レベル10、あんま強そうな感じじゃないね。破滅のボートだって、すごい肩書き。俺もなんかそういう肩書き欲しいな。サイクロンスイングだって。おお強そう。おおガードして、おおシンプソン、おおやばいやばい、シンプソン銃持ってんじゃん。大丈夫これ。おおやばいやばい、サイクロンスイングがまた来る。おおおお痛そう。おお富澤がやられた。富澤どうして決められるか、いけるか、いけ。あ、オッケーオッケーオッケー。強敵だったな、下手なボスより強かった。まあでもなんとかね倒しましたんでね。オッケー。あ、また強くなっちまった。え、あかねさんは10日も前からあの家には帰ってなかった。ああ、大道寺一派の調べによるとそういうことらしい。これ大道寺一派有能すぎん。なんでそんなことがあったの。もうさ、大道寺一派に居場所探ってもらった方が早くないか。はい、あの晩も茜さんは明日帰るって言ってたんですよ。うんうん。そもそもその千歳って女は本当にメイドだったのか。うん、確かに主人の客人、まして実の息子に昏睡強盗なんて仕掛けるわけねえだろ。確かに普通に考えたらそうだね。でもよ、じゃあなんで千歳はあの家にいたんだ。メイドですらないってこと？ただの大学生じゃないってことなのかな。盗まれたままのパスポートの件もある。うんうん、まずはその千歳って女を探すか。そうっすね。そうだね。富澤、盗んだパスポートを金に換えるにはどんな手段がある。まあ業者に買い取ってもらうだろうな。業者に買い取ってもらう。業者？盗品を買い取る連中がいるんだ。パスポートの買い取りは。じゃあなんかお金に困ってるってことかな。なんてやつだ。ワイキキストリートでクソまずいタコストラックを出してる。クソまずいタコストラックを出してる。タコスはあくまで表向きだよ。ハワイってやべえとこじゃねえかな。盗品を買い取る。あ、さ、外国の人ってなんでみんなこんな口悪いんだろうね。クソまずいとか結構普通に言うじゃん。さあな、どっかに横流ししてるんだろう。千歳もそのジェフってのに。そうするともうパスポートすげえとこに行っちゃってる感じもしないかもな。やつの裏稼業には日本人の客も少なくね。おかげであいつ日本語ペラペラだ。へえ。富澤、今から行くんだ。今からジェフのところに案内して。なんかあれだね、大変だね、行ったり来たり。え、今からかよ。手がかりがあるなら急いだ方が。いや、今日はもう無理だ。ん？よりにもよって月曜の夜10時だからな。ね、なんか月曜の夜10時なんかあの。連中に目つけられたらしまいだ。報道ステーションが始まるからダメ？連中？連中？来てみろ。ちょうど出てきた。なになになに？なんかいる？お、なんかすごい柄悪そうな連中いっぱいいる。あいつら、ハワイのマフィアだ。ハワイのマフィア。バラクーダ。連中の縄張りだ。組織の規模も新参者の病とは比べ物にならない。あ、そうなんだ。面白いのは国も人種もすごい、みんななんか屈強な体してる。普通マフィア強そう。言語とか人種で固まるもんなんだがな。じゃあなんでバラクーダなんて集団ができたんだ。連中にも共通点がある。ほとんどが元ホームレスらしいんだ。ほとんどが元ホームレスで、こんなムキムキな人たちがいっぱいいるの。その時の無念とか怒りみてえなもんは、連中にとっちゃ人種とか言語よりよほど強いつながりだ。そういうもんなのかね。月曜の夜から火曜の朝まで、奴らはああやって繁華街を練り歩くんだ。ここは俺たちの縄張りだっつ、無言なアピールってわけ。あ、タバコのポイ捨てはよくないですよ。開きにされる。開き？アジの開き？連中を迂回して
なんかもうハワイに行けなくなっちゃうよね、こんなのがいたら。治安が悪すぎないか、いくらなんでも。おい、あそこ見ろ。おぶね。あ、このホームレスのおじさん、あのさっきねカットしたんですけど、このホームレスさんにね財布をパクられたんですよ。でその財布返してもらったんだけど、またやりそう。あ、やったねこれ、絶対やったな。あ、待てよてめえ、なんだ、ナブトまでしやがって。俺のニンテンドースイッチじゃねえか。お、やばい、あ、やばいやばい、俺のニンテンドースイッチを返してくれっつって。あ、やばいやばい、これは、あー、これは、あー、暗がりに連れてかれちゃった、まずいよこれ。バカ、殺されるぞ。そんなにやばいのバラクーダって。おせっかい野郎が。すごい、なんかあれ、ビスケットオリバーみたいなやついたね今。まあそうだね、バラクーダよりもホームレスのおっちゃんだよね。おい、大丈夫か。大丈夫。あ、ちょっとこれはイケメンカットイン案件かもしれない。これちょっとヤバそうだな。お前らは見ない方がいい。おお、キリュウさんがそういうぐらいだからちょっとヤバそうだよ。あー、あ、怖い、あーあー、怖いよこれ。あいつは大丈夫なのかよ。ダメダメ。ああ、ハワイの夜怖いメウ。それはこんな顔になるね。マジで開きなのか。おー、オープンしちゃったってことね。すぐにここから離れるぞ。急げ。立てるか。いいぞ。脱出脱出。やばいやばい。いやー、すごいものを見てしまいました私。あれがバラクーダの見せしめ。でもあれだね、ちょっとちょっとこれはあれですな。俺も実際見るのは初めてだ。あのホームレスのおっちゃんどうすんだろう、あの後。なんてよ。誰があの処理をするんだ。富澤、大きなお世話だ。バラクーダに喧嘩を売って殺されたところで同情する奴はいねえ。そうか、警察だってうやむやに処理するだけだ。あれだね、ハワイの警察もろくな奴がいないな。話にされてるってのか。触らぬ神にたたりなしってやつだ。なんか複雑なとこだけどね。扱いの似たようなもんだろ。まあ、悪いこと言わねえ。そうだね。今日はもう引き上げよう。じゃあ今日はもうこの辺でおしまいにしとこうか。引き上げようって言ってるしね。俺もあのステーキ食って寝ますわ今日は。じゃあまたな。